10月の新刊ラノベを見ていくパート1。毎月4パートに分けて、主に文庫の新刊ラノベをすべて見ていくあのやつです。今回は10月5日までに発売する新刊を見ていきます。と言ってもすべて9月中に発売するんですよね。大量ですんで、早速見ていきましょう。まずは29日発売、角川スニーカー文庫。24日に放送した35周年イベントで、山ほどアニメ化や新刊情報が出ましたね。アニメ化発表されたやつはショート動画にまとめてあるので見てみてください。そんな角川、今月は新シリーズ3つ、続刊5つの計 8作品ですまずは新シリーズから勇者パーティーをクビになったので故郷に帰ったらメンバー全員がついてきたんだが最強落第貴族の剣巻極め氏アントータン誰が勇者を殺したか以上になります 今回は全部見ていきましょう。まずは勇者パーティー。幼馴染みの勇者レキとパーティーを組んで、魔王討伐を目指して冒険してきた主人公のジンが、魔王との決戦直前に唐突に別れを告げられるところから始まるそうです。そして絶望して故郷に帰ったら、魔王を速攻で倒したパーティーメンバーが次々に主人公にプロポーズしてくると。どうやら主人公は無自覚に三人との結婚を約束していたみたいなんですよね。追放したくせにみんなついてきたってどういうことだよって思ったんですけど、 この感じだと好きすぎて主人公に死んで欲しくなかったから魔王直前に別れを告げたんですかね。一夫多妻ハーレムを築くことにって書いてますので、各々違った魅力が見れそうです。ハーレム×スローライフファンタジー気になった方はぜひチェックしてみてください。続いて最強落第貴族です。著者がアニメ化が決まった出がらし王子の丹波先生の新作ですね。学院で劣等生とととしししててて通称落大貴族と呼ばれるる主人公ののののロイしかしとああ秘密があって二大国の剣の国国剣魔法の国それぞれ それで最強と言われる存在がいるんですけどその正体がどちらも実はロイだとどうやら家族を守るために正体を隠して各国で暗躍してるみたいですね二重生活は聞いたことあったんですけどさすがに三重生活は聞いたことないですね当然そんな企画外の強さを持つ主人公は学院で注目されていくとお約束な展開ありつつ30の生活をどう描いていくのか気になりますね学院には兄を慕う優秀な妹もいるということで役者は揃ってますたん先生なの 暗躍系とととししててっかり作られいいいることは間違いないと思います僕はこのジャンル大好きなんで楽しみですね。気になった方はチェックしてみてください。続いて、誰が勇者を殺したか。そそられるタイトル。あらすじは魔王が倒されて4年後の平穏を手にした王国。しかし勇者はすでに亡くなっていると。かつて勇者の仲間だった騎士、僧侶、賢者全員が勇者の死の真相については言葉を濁すんですよ。勇者を殺したのは魔王かそれとも仲間か。王国冒険者たちの強と情が入り混じる ファンタジーミステリー非常に気になる話ですね勇者の死に事件味があるという全員が勇者のことを思い出したくないような雰囲気が口絵からダダ漏れですあと誰が主人公なのかもちょっとわかんないですね勇者が生きてる頃の話は勇者なんでしょうけど亡くなった後はコロコロ視点が変わる感じなんですかね何にせよめちゃくちゃ楽しみです作者の打ケさんは同じく29日に GCN 文庫からモンスターの肉を食っていたら大いに着いた剣という面白そうなタイトルが同時発売 するんですよねこちらは9月の新刊紹介パート4で紹介しているので見てみてくださいそして今紹介した新シリーズ3つとも最速レビュー動画上げるので迷ってる方は待っていてくださいここからは続刊のごタイトルです隣の席のヤンキー清水さんが髪を黒く染めてきた2陰ャだった俺の青春リベンジ天然すぎるあの子た m リライフ5最強出がらし王子の暗躍定位争い12マジカルエクスプローラー9エロゲの友人キャラに転生したけどゲーム知識使って自由に生きるこの素晴らしい世界に宿 祝福を寄りり道3回目以上になりますこのス麦寄り道は短編集ですね。前編書き下ろしの完全新作第3弾となってますので、このス麦ファンはお忘れなく、今回は2つ見ていきましょう。まずは、出がらし王子。さっき新シリーズで紹介した最強落第貴族の作者さんの大人気シリーズですね。今月アニメ化が決まりました。めちゃくちゃ面白い暗躍者です。実力はあるけど、皇帝になるのがめんどくさい主人公が、双子の弟に皇帝を目指してもらって、その帝 争いを裏から支えるお話ですねストーリーがしっかりしてるし、主人公はかっこいいし、いいところだらけなんですよね。弟に才能を全て持ってかれた出がらし王子と蔑まれるんですけど、その弟は誰よりも兄のことを尊敬していて、自分より何倍もすごい自慢の兄さんだって思ってて、主人公も弟のためならやる気を出すっていう、この兄弟愛がたまらないです。そこに幼馴染みの最強女勇者とかも入ってきて、ぐちぐち文句言いながらも尊敬してる関係性が ずっと見てられるるんんんでですよねももちろんそこに絡んでくるストーリーリ最高です最新刊は決着の12巻ということで、口へ見ただけでも激アツな展開間違いなしなので、楽しみに待ちましょう。関数多いんですけど、ブックウォーカーの読み放題サービスに9巻まで入ってるので、そういう読み放題サービスとかを利用してね、重厚な暗躍ファンタジーぜひ読んでみてください。続いて、マジカルエクスプローラーです。こちらも先日アニメ化が発表されました。これもアニメで見たかったんで嬉しかったっすね。タイトルの あんまエロゲの友人キャラに転生して、やり込んだ知識で完璧な立ち回りをしてヒロインの好感度を上げていく、自由気ままな転生魔術学園譚です。エロゲ特有のぶっ飛んだ展開を入れ込みつつ、しっかりした面白さもある、なんか不思議な作品なんですよね。コメディ気味な描かれ方が多くて、しっとりエロな感じではないですね。読んでるものからするとここまで息切れせずずっと面白いです。最新刊は闇落ちしたメインヒロインの一人、カトリナを救うお話となるみたいです。まだ そしてですね、角川スニーカー例外でもう一つありまして、同じく29日にスカスカの画集が出るみたいです。表紙からもう飛ぶほど綺麗っすね。ス,<タッ>スカスカシリーズの差し絵を手掛けた大人気イラストレーター、ユーイさんのシリーズ初画集と、文庫アニメパッケージイラストに加え、新規書き下ろしも収録、原作者さん書き下ろしのオリジナル短編も掲載ということで、大ボリュームで発売しますね。サイズは A4 版で定価3080円。 スカスカファンは買って損はないんじゃないでしょうかさあここからは同じく29日発売の HJ 文庫見ていきましょう新シリーズ2つ続刊5つの計7作品です HJ にしては多いっすねまずは新シリーズから果物ナイフと傷だらけのリンゴ1モテすぎる彼女はなぜか僕とだけお酒を飲む忘れられしの英雄単1声優女パーティーに優しく追放をされた男は記憶に残らずとも彼女たちを救う以上になります今回はどっちも見ていきましょうまずは果物ナイフと傷だらけのリンゴ1 意味深なタイトルですね少人数の酒飲みサークルで日々を過ごす主人公の前に現れたのは大学一の美少女浜崎舞どうやらモテすぎて様々なトラブルに巻き込まれてきたから自由なこのサークルにやってきたみたいなんですよね天真爛漫な舞の面倒を見ながら交流を深めていくんですがお互い過去にトラウマを持っていることによりなかなかもう一歩を踏み出せなくてというストーリーみたいです口へ見る限りお互い異性関係でトラウマがあるみたいですねそのトラウマがどれくらいか によってストーリーの重さも変わってくると思いますただ徐々に気持ちが近づいていくじれったいのが読めそうですね傷ついた2人が互いを認め合うピュアで大人なラブストーリーこちらも新シリーズなので自分は最速感想動画上げます皆さんもぜひ読んでみてください続いて忘れられしの英雄譚これちょっとストーリーにひとひねりあって気になってるんですよね異世界転生し声優女ロミナ率いる s ランクパーティーの一員となった主人公数と冒険を共にするうちに信頼関係が築かれ次第にかけが のない絆が生まれていくが魔王との決戦直前に優しきリーダーロミナからカズトを失いたくないという恐怖から追放を言い渡されるとそしてカズトも己の実力不足を悟って了承お互いを思い合った結果の優しい追放が起こってしまうという追放ものなんですが実はカズトの異能には代償があってパーティーを離れると関わった人々の記憶から自分が消えてしまうらしいんですよこれによってパーティーメンバーから忘れられるんですがある日ギルドのクエストを見た 自分を探しているという依頼があったと依頼主を見たら昔のパーティーメンバーの一人それを見たカズトはたとえ忘れられていたとしても彼女たちの手助けがしたいとクエストに参加それによって声優女パーティーとの運命の歯車が再び動き出すというあらすじです主人公の異能の代償が結構えぐいですよね恨み復讐なしの追放者みたいなんですが記憶がなくなってから再び出会ってどうなるのかこちらも新シリーズなので感想動画上げます気になった方は ぜひチェックしてみてくださいここからは続刊の5タイトルです箱入りお嬢様と庶民な俺のやりたい100のことその2狂乱霊嬢ニアリストン3陰キャの僕に罰ゲームで告白してきたはずのギャルがどう見ても僕にベタボレです7モブから始まる探索英雄譚7インフィニットデンドログラム21神殺し以上になります今回ちょっと時間がなくて一つだけ見ていきますそれが箱入りお嬢様超お嬢様と普通の少年が出会って惹かれ合っていく王道身分差ラブコメなんですけど一巻が 良かったんですよね。評判もめちゃくちゃいいです。外の自由な世界を見たいお嬢様と、そのお嬢様と釣り合うだけの超名門高校に通おうとひたむきに努力する誠実な主人公。とにかくお嬢様のためにどんなハードルも努力で乗り越える主人公が高青年すぎてかっこいいです。ようやくラブコメのスタートラインに立った感じで終わった一巻だったので、続きすごい楽しみにしてました。そんな二巻はついに学校生活が始まりの、二人は新たなやりたいことのために手を取って動き、 出すということでめちゃくちゃ楽しみです完成度の高くて尊い身分差ラブコメ皆さんもぜひ読んでみてください以上新刊ラノベ紹介パート1でした講談社とファミ通は文庫版がなかったので今回はスルーしてますレーベルで言うと2つだったんですが新作がかなり濃厚で豊作な予感がします今回出た作品すべて概要欄に購入リンク貼ってますのでぜひそちらから飛んでみてください次回のパート2はいつも通り6日から15日のを見ていこうと思ってますここまでご視聴ありがとうございました是非ともチャンネル チャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますまた別の動画でお会いしましょうそれじゃ